新刊、何が何でも長編小説が書きたい大絶賛予約中、鈴木喜一郎作家に聞き今日のテーマは、筆者をするときどこに気をつけるか。今日はマシュマロに寄せられた質問です。はじめまして、鈴木さんの話の中で、 小説の筆者についてたびたび言及されてますが、筆者をやるにあたってどういうところに気をつけて行うのがよろしいでしょうかと申しますのも、今、小生は、小生ね、小生は筆者をやっているところで、最初は中島敦の理療をやり、それを終わらせて今は川端康成の雪国を始めたところです。 鈴木さんも筆者をされているであろうと認識しております。誰がそんなこと言ったんだまあいいや。鈴木さんは筆者時にはどういうところに気をつけておられましたかそんなこと言ってねって。はい、えー。例えば、その人の文体、小説、構成、言語、デニオ派漢字とひらがなの割合、音、 分説及び文の調査、はたまた音読時の調べ、格好を閉じるなど、それによって感じた潜在的、潜在的効果について、潜在的は潜在なので分かりにくい、もしくはわからないかもしれませんが、その効果について教えていただければ、後人の至りでございます。よろしくお願いします。 <laughs> なんか可愛らしい文章だな。えっと、先に誤解がないように申し上げておくと、お僕は筆者はやったことがありません。やっ,たややってません。えっとね、まずはじめにちょっとこれ、こう言っとこう。あのね、 飛車のドーろうコうタって君、あれこれ言う前に、その、普段使わない単語を使うときは、辞書を引こう。いいね。小生って普段使わないよな。<laughs> だからそ、その、小生って目下のものに使おう。丁寧言語だよな。いや、俺、いつから君の目下になったんだ。<laughs> でそ、あのー「公人の至り」っていうのはまあ非常に低調な言葉ではあるんだけどこの単語って小説っていうことと対応してねえよなであと「天尿派」っていうところのこの、えー、この天尿派手はねこれねえっ、ー、と 実証引こうな。この電流をはんの、おの字がさ、あいうえおの、おの、おの字になってるけど、これさ、その、漢文から来ているので、和行のおだからね。ね。で、まあ、あの、これを書いた人が、このマシュマロはもう匿名なので、一体、その、 誰がどういう状態で書いてるのかって、こちらにさっぱりわからない状態なんだけれど、まあ、これ書いた人は、まあ多分20代なんだろうなっていうような印象は受けます。非常にその、内容が幼いよねっていう、そういう印象は受けます。その、5歳児が、 覚えたての、うんこうんこってよく言いますよね。5歳ぐらいの男の子が。うーん、こう、初めて知った単語を、もう使いたくて仕方がないよね。っていうような、まあ、そんな印象を受けます。で、まあ、その20代でこういう文章、10代、20代でこういう文章を書くんだったら、まあ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 、わ、まあ、かるので、頑張りましょうねっていう,う、気はします。 で、まあ、20代だと、まだ川端康成とか中島敦っていうのもまだ、古すぎてかえって新鮮だろうからね。まあ、いいかなっていう気はします。で、もしこの質問を送ってきてくださった方が、40代から30代、40代、50代、60代だったら、お前ね、こんなこと寝ぼけたことやってねで現代国語ちゃんとやって、僕は思います。 その、中島敦とか川端康成っていうのは,そは、それは、中学生、高校生ぐらいまでの時にちゃちゃってやっておくもので、で、その、手本にするには古すぎる。んですよ。で、これがまあ20代ぐらいまでだったら、まあ改めて復習っていうことも大切かなと思うけれど、40代、50代、60代だと、そんなことやってないで、まず、 新しい作品に触れろっていうことは思います。まあ、そういうことを踏まえた上で、筆者する時にはどこを気をつけたらいいかっていうと、まあ、あの、大事なのは辞書を引くことです。辞書を片手に。ちょっとでも、あ、これやばいかも。これどういう意味だっけっていう。普段使ってないよね、これっていう。 小生っていう言葉,言葉は自分のことを小生なんて普段言わないよね。で、そういう時にはまず、え、これってどんな時に使うんだっけっチェックをすること大事です。そしてもう一つは継続する。その、こう、お一番いいとこだけ拾い上げて、こうちゃちゃっと抜き書きして筆写していっても、うこれあんまし意味ないです。その、いいフレーズっていうのは前後の流れがあって、その流れを知った上で、<coughs> 筆写するっていうことです。 そして一番大事なことは好きな作家を筆者しましょうということです。こういう作品を選びましょう。こういう作品が書きたいっていう、そういう作品を、そういう作品を選びましょう。このマシュマロに送ってきた、そこのあなた。<laughs> その、川端康成や中島氏が好き。 もし好きだとしたら、その気持ちはわかる。その気持ちはわかるけど、いいその、こう、F1 のレースに T 型フォードを出しても、それは、あの、優勝はできんからね。やっぱり新しいものも学ぼうやっていうことはあります。で、筆者をしたことがない鈴木が、 き一郎はなんでこんなこと言えるんだよっていうことなんですけど、ちょいちょい受講生からその問い合わせを受けるんですよ。ね筆者って効果あるんですかっていうことなので、で、僕は効果あるんですかっていうふうに質問を受けたら、やってみないとわかんないのでやってみ、やってみたらっていうことを言うことにしています。 その、効果あるかどうかは分からないけど、とりあえず、先生、効果ありますかどうでしょうかっていうふうに問い合わせをしたら、やっぱりさ、あの、他の人に効果がなくても、そあなたに効果があるかもしれない。その逆もあるかもしれない。ただ、一つ言えることは、やってみなければ分からないということなので、まずやってみようということを言うようにはしています。 で、まあ何人かの受講生がやってて、もうはっきりとわかることがあります。確実に言えるのは、そういう筆者をやって確実に言えるのは、文章は明らかに読みやすくなります。それからあと、筆者した作品、書き写した作品の影響ははっきり受けます。ええ、<coughs> 僕が見た生徒は、まあ、その、 まあ若干古いんだけど、田辺聖子だとか、大山春彦だとか、そういう作品を、うん、書き写すと、確かにあのような作りになるんです。で、あと、やはりどんなその技術も限界があるので、作品、小説の筆者をやることで、えー、文章は良くなるけども、作品の構成力には影響しないんです。あと、キャラクターの造形にも ほとんど関係ないです。でまあ結論を先に言うと文章力をつけるには筆者は一番手っ取り早い方法です。であともう一つ注意しなければいけないのは小説のいいか悪いかっていうのは文章だけでは決まらないのでその他の勉強も必要だよっていうことはあります。でまあ これは僕が受講生の状態を見てきて、やって、やったこと、やってきたことを見てみ、えー、見た上で、あ、こういう風なんだっていうことを感じただけなので、それがあなたに、えー、効果があるかどうかはわからない。ええー、ということはあります。で、ちなみに、この、えー、マシュマロに、その、 マシュマロに寄せてくださった方のそのマシュマロの文章を見る限りでは、まだ効果出てないよね。<laughs> まあ、あのー、まあ、ボキャブラリーの問題なので、そ、あのー、ボキャブラリはやっていけばそのうち、えー、身につくからね。だからまあ、あの、もしこの、お マシュマロに質問を寄せてくださった方が20代だったら、うん、あの、自信を持って次々やあの、次々筆者してやってごらんっていうことは思います。ね、えー、こう、年齢によってやっぱりこういうものって違ってくるからねっていう、うん、する話は違ってくるのは、まあ、これはしょうがないことだな。 告知です。2021年11月下旬に鈴木の新刊が出ます。タイトルは何が何でも長編小説が書きたい。川で初防新車から1782円で発売。えー、書いてる最中に次々と違うアイデアが浮かんで書けないとか、出来が悪くて書き続けるのは苦痛といった、あ長編小説の執筆に行き詰まる、その事情ですとか、 ああ解決法ですとかをご案内していくという、そういう本です。江戸川乱歩賞や横溝折賞、オール4者新人賞など、圧倒的プロデビュー実績を誇る鈴木喜一郎小説講座のノウハウを詰め込んだ一冊です。この番組では皆様からのお便り、ご意見、ご質問を募集しています。 マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を受け付けています。リモート講座で全国どこに行っても受講できます。詳しくは概要欄をご覧ください。というところで鈴木喜一郎小説家は以上です。ではでは,では,では失礼します。